皆さんこんにちは、今回も始まりましたジュンとタッチのヒーリングトーク第2回目になります。後ろに大入りという、お相撲さんの、ね、タオルがありますけどもね、特に不快はございません。はい、ということで、まあ、スピリチュアルといえばですね、昨日3月21日は、宇宙元旦ということで、宇宙の元旦という日であり、そして満月が重なるという非常にスペシャルな、日でした。で、私もですね、自分の中で、いろんなことが最近あったんですけども、ちょっと昨日元旦ということでまた新たに、気持ちをいろいろ決めたこともありました。はい、まあ、ということでですね、今日この3月22日に、タッチさんと、このヒーリングトークをできるということは非常に意味があるのかなと思っています。そして今日のテーマがなんと潜在意識ということで、これはですね、本当に明けおめですありがとうございます。本当に嬉しいです。さん本当にね、つねちゃんでも来ていただいてますけども、今回はヒーリングトークということで、川野さん、ビングタッチの川野さんと、潜在意識についてお話をしたいと思います。では早速お呼びしたいと思います。この潜在意識っていうのは本当に引っかかってくるワードなので楽しみなんですけども、さあ、タッチさん、おはようございます。いらっしゃいました。おはようございます。どうも、おめでとうございます。あ、そうですね。宇宙元旦というね、昨日は日だったそうで、はい、よろしくお願いします。まだ日本寒いですか？だいぶね、もうね、桜の開花宣言がありましたから、だいぶ暖かくなってきました。なるほど。あ、タッチさんが住んでるのは伊勢の方ですもんね。南伊勢というか、ちょっと暖かい感じですかね。そうですね、海が近いのでちょっと暖かいですね。そうですよね、僕は関東なので、関東はだいたい3月末から4月頭、だいたい4月頭かな、はい、僕、特に僕の地元もちょっと上で寒いので、いつも4月頭ぐらいだったんですけども、やっぱり暖かいんですね、三重県というか。そうですね、そうですね、はい、あと1週間ぐらいで満開という感じじゃないでしょうか。いい時期を迎えますね。ということで、はい、じゃあ今回はですね、第2回ジュンとタッチのヒーリングトークということで、毎回簡単なテーマを決めてフリートークということなんですけども、今回第2回目にして潜在意識という、これはすごいですよね。はい、すごいというのは、僕も最近結構潜在意識っていう意識する機会があって、なんか物の本によると、人間の潜在意識っていうのは 93% が潜在意識で、顕在意識はわずか 7% しかないということで、その顕在意識に引っ張られてしまうがゆえにいろいろ起こる不具合っていう観点の本を結構読んだので、潜在意識というのを、ね、第2回目にして登場ということですけども、はい、すごいなんか最初からプレッシャーかけましたけど、そうですね、いえいえ多分1日かけてもね、本当にそうですよね、話尽きないテーマじゃないかなとは思いますけど、はい、今日はゆるくでもそうですね、行きましょう。時間も限られてますんで、はい、よろしくお願いします。そうですね、よろしくお願いします。はい、はい、そうですね、じゃあ私からどういきましょうか、どういきましょうかね。じゃあまず、タチさんの方から、はい、そうですね、潜在意識の領域にかかるかなと思うんですけど、こういう人に手を当ててヒーリングをするという、仕事が、ここ20年ぐらいやってると、どうもその、人の中にはという言い方かな、その人の本質の部分でですね、僕たちの通常意識とは違うものが働いてるなというのはもう日々感じるようになったわけですよ。で、分かりやすい表現で言うと、体の中にもう一人の自分がいてですね、もう一人のあなたがいてですね、でそこの部分は今体で起きていることとか、どこがどういう順番で修復を必要としているのかとかですね、そんなことも全て分かっているなという、そういう部分があるなということをもうこの世界に入って感じるようになったんですよね。でその部分を、ある本は内なるドクターという言い方をしてますし、ある本は内なるヒーラーという言い方をしている。なんかインナードクターとかインナーヒーラーが僕たちの中にはいるんだな、じゃあどうすればそのインナードクターやインナーヒーラーを目覚めさせることができるんだろうということを僕なりにずっと追いかけてきました。はい、
これはですね、まあ、ちょっと簡単に言っていいですか。これがまあ僕の感じ。あまりにも簡単だったら怒ってください、本当に。いい加減にしますよ。要はすでに、答えは持ってると、私たちは。すでに。ただそれに気づかない、もしくはそんなわけないとか、あとはまあ僕なんか子供の頃から、まずは自分を信じるなっていうと教育だったと思うんですよ。なんとなくね、学校教育っていうのはまずあなたは無知だと。だから学校に来て勉強していろんな知識を学ぶんですよっていう考え方だと思うんですよね。ところが今川野さんがおっしゃったことはむしろ真逆で、すでにあると答えを。それ気づかないことが問題だっていうのはもうものすごくあまりにも違くて、多分これを初めて聞いた人は。何を言ってんのかなっていうぐらいインパクトがあると思うんですよね。だから僕も今でこそ治療家の意識はもう捨てていて、ただ簡単にこう手を当てることの楽しさを伝えてるんですけど、まあでも治療家を始めた最初の頃に気づいて衝撃を受けたのは今のことです。つまり、体のレベルで言えば体は治り方を知っているということです。治り方を知らないから病気が症状が出ているのではなくて、治り方を知っていて症状が出ているという事実を確認した時にはちょっと衝撃でした。なで、るほど。そこにはすごい深い宇宙的なパラドックスが隠されていてですね。で、その後同じ観点なんですけど、やがて気づいたことがあります。僕たちは何か問いかけをすることはとても大事だと思うんですけど、人生でいろんな問いをすることは大事だと思うんですが、質問と答えはいつも表裏一体だということにが分かりました。ああ、なるほどね。深いな。つまり、より深いレベルで言うと、僕たちは答えを知らないから問いが出ているのではなくて、答えを知ってるから問いが出てるという、このパラドックスに気づいた時には僕自身もすごく衝撃でした。確かに質問って結構できないですよね。いや、全く分かんないことって質問さえもできないですよね。例えそうばです自分ね。は何者なんだっていう質問は、今の説明から言うと、実は自分が何者かを知ってるから、自分って何なんだろうとか、自分に向いた仕事って何なんだろうってことは、おそらく今やってる仕事が合わないから、自分に合ってる仕事なんだろうっていう強い質問が出るっていうことでもありますよね。なるほそうど。ですね。すごいな、それは。だからなんかね、前読んだ本で、教育というエデュケーションのね、エデュケーション、発音悪いですね。いや、全然いいですよ。もう全然エデュケーションですよ、もなんかラテン語の語源を聞いたんだけど、外から何かをこう詰め込むということではなくて、本来その人の中にあるものを引き出すという意味だらしいですね、教育のもともとの意味もね。だからその人の中にあるんだよね、全て本当はね。知らないふりをしているだけで、体も治り方を知らないふりをしているだけで、本当は全て人生で体験する課題、問題、まあ、どっちの表現かな、課題かな、全部本当は答えは準備されてるんだろうなと思います。だから僕たちの立場で言うと、どんな病名の人が来たとしても、本当はその人の中に答えがあるというところを信頼して、あとはそのヒーリングをするということになるんですけどね。だから僕がす治すといごういよりな。は、治すというよりもその環境をどうやって整えてあげられるだろうか、本人がどうやったらそこに気づくんだろうかというところを、まあお手伝いできたらいいなということをしています。今ちょっとコメントいただきましたんでご紹介したいと思います。山本昇さん、質問と答えが表裏一体というパラドックス、これなるほどと、詰め込むと引き出すということですね。栗本正代さん、教育イコールその人の中にあるものを引き出すということでね、コメントいただいてますけども、ありがとうございます。なんかこの答えって、それを知っていても、それに気づかないと全く役に立たないってことありますよね。例えばものすごく勉強しても、例えば受験勉強とかね、勉強すごくしても、それは脳には情報としてあるんだけど、それをどういうふうに具体的に使うっていう経路というか、何て言うんですかね、それがないと結局知識って全く動かなかったりする
ますよね。だからその例えば自分が病気になった時に、例えばその病気の例えば答えっていうのが頭にあっても、それに気づいたり引き出したりするのがないと全く役に立たないというか、全くその、何て言うんですかね、意味のないまではいないんですけども、でそういう意味で、その自分が持ってるものを気づかせたり、こういうことだよ、だから私が持ってるものをあなたに渡すというよりは、あなたがすでに持ってるものを自分なりの形引き出すとかっていうアプローチっていうのは、新鮮だと思いますよ、すごく。それは、で、そああ、れはね、そうかという。純粋と前回もちょっとお話ししたの部分と重なるんだけど、僕たちやっぱり知識と情報はいつでも取り入れることができるので、興味関心があることを学ぶことは全然いいことだと思うんだけど、気づき、意識のシフトですね、気づき。気づきはその人のベストのタイミングがありますよね。認識とか気づきはああ、タイそうミンね。グがあるので、僕たちが、具合の悪い人にこうアドバイスをするときにできることっていうのは、その人のタイミングであれば、その人なりの答えが気づきという形で生じたらいいなという、そんなお手伝いです。だから別に上から目線で気づきなさいということではなくて、そういうリラックスした環境の中で今まで問いかけ続けてきた中の答えが自分の中からこう、なんていうかな、浮上してくる、そんな気づきのタイミングのお手伝いができたらいいなということです。これは河野さんがこういったアプローチに気づいた何か印象的なエピソードってありますか？印象的なエまあピ今言っソーたドようですな、つまか？り答えっていうのはすでに自分の中にあるということに気づいたというか、ああそうなんだなってなったエピソードというか。エピソード的なものか分かりませんけど、例えばその治療家として最初に訓練を受けている頃に、オーリングテストとかキネシオロジーのチェックみたいな近反射を使ったチェック法を最初に学んだ時には、自分が顕在意識で考えていることと違う意見が体の声として出てくるわけじゃないあ、でちょっすと待っか。てください。ちょっと最初の用語が難しくて分かんなかったんですけど、何ですか？ごめんなさい、オーリングテストみたいな、筋肉の反射を使ってイエスかノーかでこう調べるチェック法があるんですなるよほど。ね。治療家の世界ではよく知られているものなんですけど、で、その筋肉の強弱でですね、その例えば薬とかサプリメントとかが、自分に合ってるかどうかという答えが出てくるんですけど、それは決して頭で思ってるのとは違う答えが出てきたりするんです。で、そういう場面に初めて出くわした時には、やっぱり何だろう、勝手に自分に代わって答えを出している体の存在、奥の存在って何だろうとすごく思いましたね。僕たちは頭で理解、そのマインド、思考で生きているだけじゃなくて、それ以上の何か、高い知性の存在があるんだなというところを初めてその時、20年ぐらい前の話ですけど、なる気づほかつきど。ましたね。だからいわゆるその潜在意識という、潜在意識もいろんな定義の仕方がありますけど、一括りで言えばそういう部分に初めて興味を持ちました。なんか単にテクニックとか技術で人をこう治すということではなくて、その人のもっと本質的なところに働きかけるアプローチが必要なんだなというのがだんだん分かってきたことですよね。なるほどね。なんかその僕自身も、ちょっとそういうのがあるんですよ。ちょっとというのは、やっぱりその顕在意識、顕在意識ってことが難しいんで、簡単に言うと頭で考えてる、意識ですよね。今こうやって喋ってる意識の世界と、あとその潜在意識っていう世界ですよね。で、やっぱりこう、体調悪いなって自分が感じるときに、例えば最近食べてるものが良くない、脂っぽいものを食べてるとか、そういう意識で分かる回答はあるんだけど、どうもそれだけじゃない部分ってあると思うんですよ。で、それを昔の僕は一切認めなかったんですよ。気のせいだっていうね。いや、だって別に食べてるもん、食べてるものはこうだからであったっていう感じで、その科学的かつ論理的な理由であることは変えたり、じ
例えばワブラップも食べないとか、ビタミン取るとかするけど、はい、なんかそれ以外の、例えばストレスじゃないかとか、はい、なんか最近自分で本当はこうやりたいんだけど、うん、どっかに嘘をついてやってんじゃないかとか、うん、そういうことが、うん、体にね、まあ、ストレスにはなるだろうけど、実際体が、例えば最近呼吸が浅いとかね、はい、関係ないなってやってきたんですけど、それがある時ものすごくドッカンときた時期があって、で今はそういうなんだろうっていうものも認めてあげるじゃないけど、うんうん、あ、なんかあったんだなっていうのがあると割と最近大きな病気をしないんですよね、うんうん、まあ、大きな病気っていうか、なんかこう病気って多分滞りだと思うんですよ、ある意味で、はい、それはなんかまあ、東洋医学で言ったらば血液の循環が滞ると病気になるっていうのが大きな一つありますけど、うんうん、考え方とかね、その、うん、ある考え方にこだわっちゃうとか、はい、そうすると、はい、なんかそういうのが体に出るんじゃないかなっていうような気はなんとなくはするんですよね。うんうんうん、そうですよね、うんうんうん、はい、なんか今の話で言うと、だからその潜在意識と別の表現でまた語ればですけど、潜在意識に近いところだと思うけど、やっぱり直感とか、うん、インスピレーションとか、そうですね、あるいは論理的な説明できないけど、なんとなく変だとか、なんとなく気になるとか、うん、そんな感じがすごく大事なんじゃないかなというのは、やっぱりこの、治療家というかヒーリングの世界ではすごく感じますね。うん、なるほど。いや、うん、じゃあ、はいはい、どうぞ。うん、あ、いい、うん、だからそういうから、まあ、いわゆるか、ま、体の声をきちんと普段からこう聞けるように、まあ、僕自身も努力中ですけどね、慣れたらいいんだなと思います、うん、頭で考えてることではなくて、うんうん、また別の言葉で言えば、頭というよりもハートはどう感じてるんだろうか、ハートはね、ですね、うんうんうん、そうやって自分のハートはって、ハートをちょっと意識するだけでも頭とは違う、うん、メッセージが聞けたりします。うん、でね、うん、多分ね、はい、自分のそういった本当に感じることを認める、はい、認めたいと人は思うんですけど、はいはい、認めちゃうと今の生活維持できないっていう考え方があると思うんですよね。わ、うん、かります。ちょっと気持ち強くいかないと、例えば、うん、もう僕も前東京で働いてる時に、うんうん、例えば朝起きて働きたくないとか、はい、あとは部長とうまくいってないとか、はい、人間関係がうまくいってない、はい、でそれは絶対に無意識のレベルでもノーと言っている、うん、でも、うんうんうん、まずは今会社で行ってるから働かなきゃいけないっていう、やっぱどうしてもネバが出てくる、うんうん、はい、それをどういうふうに折り合いつけたらいいのかなってきっとわからないから閉じちゃうっていう方はいると思うんですよね、かつての僕もそうだったんで、で今はまあ言ってしまうと、そういう自分の声に正直でいれる環境に僕はいると思ってるんですよね、うんはい、だから正直すごく恵まれてると思うんですけど、まあタッチさん的に、まあ、そういった非常にストレスの強い状況にいる人で、うん、そういったね、自分の声、うん、ハートに従って生きるにはこれどうすればいいんでしょうかね。ハートに従っちゃうともうやめたになっちゃう状況は、それはやめるなのか、それともとりあえず何か方法があるのかっていう話なんですけども。ああ。じゃあ例えば具体的に言いますよ。じゃあ僕が例えば東京で働いていると、すごいストレスが強い。で、それで自分のハートと対話したらば、しんどいと、これは。ええ、でもじゃあしんどいからといってどうすればいいのかって言って、うん、すごい選択肢はない今のところ。はいはい、そういう場合は、うん、どうすればいいんでしょうかね。まあ、どうすればいいというか、うんうん、それで思いっきりやめてしまうという方法もあるかもしれないんだけど、うんうん、だけど思いっきりやめてしまうと経済が回らないという不安が強ければ、僕はそれはするべきじゃないか、するべきではないと思うんですよね。やっぱり今の仕事を続けていく必要はまだあるだろうと思います。恐怖が先に出てしまうのであればね。うん、なるほど。だけど、その状況の中で今の仕事をどう見るかという見方は変えられると思うんですよね。なるほど。見方をね。うん、はい、見方をね。うんうん。だから、あくまでもその犠牲者意識だったり被害者意識でやるのではなくて、自分の人生の課題とかテーマがそこに含まれているというような意識で、もっと大好きになっちゃう、うん、まあ簡単に言えばもっと好きになれればいいかなみたいな、
意識のなるほ変ど。換つがまできり、たらいいのかなと思います。自分のそういった今言ったか、状況、例えば、部長とうまくいかないとか、どうしても人間関係でうまくいかないっていう考え方そのものを、はい、あのちょっとこう変えて、はい、例えばあの、部長が嫌いなんじゃなくて、もしかしたら自分が攻撃取っちゃってるかもしれないとか、ちょっと違った視点でこうあの書き換えていくってことですか。そうです。だからあの距離感とか分離感、恐怖とか犠牲者意識とか義務感で見てるときは、やっている事象とかやっていることと自分の本質との間にすごく距離があるので、それを自分の中に取り込んでしまわないと一体感の中がでできないですよね。で、一体感がすごく鍵だと思うので、その距離を取るのはやっぱりそこ、それ好きになる、あるいは、天職の波動、それを天職としてやってみる。だから自分が天職として、今の仕事は本当の天職ではないかもしれないんだけど、この今の仕事が天職だったらどんな風に行動するだろうかという視点で見て、天職としてやってみると、僕たち自身の発するあの周波数が天職の波動になるので、結果的に本当の天職に、天職って天職するんだ。そうですよね。あ、その親父ギャグ好きなんですけど、本当は勘違い、心力の問題です、まあ、なんか天職に転職するみたいな感じでしょ、今のはね、天職に転職、そうですね、だから今やってる仕事が本当は本当の意味で転職ではないかもしれないんだけど、これが転職だったらどんなふうに自分は仕事をするんだろうという意識を変えてみて、転職として取り組んでみたら、それは自分の中に一体感として距離とか分離感を外して仕事ができるわけですよ。で、それが まあ、ある意味引き寄せでもあると思っていて、僕たちは精神的な磁石だから、磁石のような存在だから、自分が発している精神波動と共鳴するものしか引き寄せてこないわけでしょ。ということは、今仕事をしながらそれを転職としてやっていれば、やがて本当の転職につながる出会いとか、まあ、シンクロニシティでですね、いろんな関係性ができていくんじゃないかな。で、結果的に気づいてみたら、本当にこれが自分の転職だったという仕事をやってるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。なるほどね。わかりました。で、じゃあタッチさんはこういったね、例えばじゃあ僕が非常に生きづらい、生きづらい状況として、はい、何かそういった自分をね、物事の考え方を自分と一体化する考え方を学びたいと、そういった場合、どういったサポート、サポートというか、していただけるんでしょうか。はい、アドバイス、そのビングタッチの話なんですけども、ビングタッチね、はい、はい、これはいまだに僕自身もまだ努力中というか進歩の途上なんですけど、皆さんに、まあ、一言で言うのは、もっと丁寧に生きてみたらいいよということです。だからもっと丁寧にいろんなことをやってみたらということを言います。どういうことかというと、目の前のことがあまりこうできずに、動いているということが、ただルーティンでやってる、でも思いは他のところに行ってるということは結構あると思うんですけれども、でも完全に今とここに意識を持ってくるというのが、まあ、丁寧に真剣に生きるということだと思うんですよね。で、そうすると、そういう丁寧に真剣に生きる時間が増えれば増えるほど、自然に自分のことがこう好きになっていくなというのは実感をしています。っていうのは、なぜかというと、潜在意識っていうのは、まあ、脳は主語がわからないとかっていう話がありますけど、自分が何かを丁寧に扱って丁寧にやってる時って、一見その丁寧さの波動は外に出しているようなんだけれども、実は自分自身の潜在意識に、丁寧に生きてるねとか、自分の人生を大切にしているねというメッセージを絶えず送っているわけですよ。だから今回イチロー選手が、まあ、引退表明をされましたけど、本当に超一流の域に行く人たちっていうのは、自分の商売道具を決してバットを折ったりとか投げたりとかっていうことしないと思うんですよね。で、その自分の分身と感じるような商売道具を丁寧に丁寧に扱うということは、一見外側に出している周波数だけど、
そういう行為を通して自分の人生を大切にしているねというメッセージを送っていることになりますね。でも逆に三振してバットを地面に投げつけたり放り投げたりするようなっていうのは、怒りとかその悔しさを外に表しているようだけど、潜在意識に入るメッセージは周波数だから、そこに外と内の違いがないので、周波数にはね。ああ、なるほど、なるほど。だから、ものを適当に扱うとか、邪険に扱うというのは、結局自分の人生をどうしてそんなに乱暴に扱うのかとか、どうして自分の人生をそんなふうに、いい加減に扱うのかというメッセージを潜在意識に届けることになると思っています。だから僕たちの場合だと、具合の悪い人とか悩みを抱えた人が来た時に、そこには大体やっぱり、自己肯定感の低さというのが大体関係するので、もっとじゃあ、身近なことでいいから丁寧に何かできることを見つけて、丁寧にもっとやってみるように意識したら、それだけで少しずつ少しずつ自分が好きになっていくんじゃないかなということをお話ししますし、実際にビーングタッチというタッチが目の前の人に本当に丁寧に丁寧に手を当てていくタッチなので、ビーングタッチのヒーラーとして取り組んでいる方たちは、一見、前の人に手を当てているようなんだけど、1年やってみると、その人自身の、つまりヒーラーさんの人生がすごく変わっていくという現象を見ています。なるほど。ちょっと今、山本さんっていう、おそらく、ビーングタッチ知らない方が、見ていただいてるんで、簡単にビーングタッチ説明していただけますか？本当簡単で結構ですんで、ビーングタッチはやり方という部分はほぼなくてですね、技術とかではなくて、あり方、つまりビーングで手を当てます。どういうことかというと、論理とか分析とかコントロールという要素、思惑をほとんど外してですね、無垢の手で直感的に、体とある方法を使って対応はするんですけど、でも直感的に手をただ淡々と当てていくようなタッチです。そうすることで、僕自身がそのエネルギーに色をつけないことによって、天と地との間をつなぐ、無色透明の触媒に徹するんですけれども、完全に無色透明にはなれないですけど、極力その思い込みのない無色透明の手で当てることで、その人の手を当てる側の人の深いところの無意識層でですね、潜在意識で自然に大きな変化が生じていくというようなタッチです。なるほど。はい。素晴らしいですね。なるほど。綴りはビーングタッチですか？そうですね。ビーングはまさにBING で、タッチは触れるというタッチですね。つまそうり、です今、ね。カンさんがおっしゃったように、完全に、無の状態に近い状態で触れることで、その触られた方が本来の気づきを、自分自身に見出すというか、そのようなアプローチですよね。そうですね。なので、瞑想状態になるの、2人とも瞑想状態になるの瞑想状態、2人とも瞑想状態になってっていうんですよね。タッチメディテーションみたいな感じでしょうかね。触れてる時にはあまり語りかけはないんでしたっけ？そうです。ほぼ無言ですね。ほぼ無言で、終わった後に、会話なりそうとでいうす。ことで、どういった気づきがあったとかとシェアをしながらっていうことですよね。そうなでるほす。ど。そうか。いやー、でも、今ね、改めて思ったんですけども、やっぱりその、イチロー選手のね、そのバットをこう、やる、大切に扱うっていうね、話なんですけども、確かに潜在意識って、そういう、なんていうんですか、自分を大切にするってすごく大切だって本当すごく思うんですよ。だから例えば言霊っていうのもあるじゃないですか。あまり汚い言葉を喋ると、一番聞いてるの自分なんですよね、そ結うだよ局。ね。だから、そう、で、潜在意識っていうのは本当多分波動だとかそういうレベルで存在してるので、やっぱりこう汚い言葉とか、その罵ったり攻撃的な言葉をこう使うと、潜在意識ってそのままダイレクトに受けちゃうと思うんですよ。でも逆に、例えば「ありがとう」とか、そういう感謝の言葉、つまり自分は生かされてるって意識とか、いろんな人に救われ助けてもらってるっていうような言葉をやっぱり使うようにすると、やっぱりこう潜在意識もダイレクトに来るので、徐々にそういうふうになっていくっていうのはすごく僕自身も感じるので。
そこは大切だけど、なかなか日常生活で行ってると、なんて言うんですかね、それってやっぱり、まあ、僕も海外には長いので、もう20、今年で5年になるんで、特にその違いを感じるんですけど、やっぱり日本社会ってね、すごく、なんて言うんだろう、なんて言うのかな、こう批判するというか、マイナス評価だなと思うんですよ。例えば、僕がオーストラリア来たばっかりの時に、テニスのレッスンを受けたんですよね。で、それはオーストラリア人のコーチだったんですけど、とにかく褒めるんですよ。例えばサーブを打つと、うわー、君サーブ早いねとか言うんですよね。で、そうすると人間の意識ってね、やっぱ嬉しいんですよ。あ、早いんだってなると、じゃあもっと早く打ちたいってなるわけですよね。そうするとコーチに、どうやったらもっと早く打てるのって言うと、じゃあ例えば肘を上げろとか、高い打点で打つと早いよとか、いろいろ言っていくと、やっぱり好きで学ぶと早いんですよ。もっああ、とそう早でく打すよちね。たいってなるとね。で、それでやっていくと、まあ、例えば自分が、まあ、テニスのバックが苦手ですと。で、サーブがすごく上手くなってくると、バックも上手くなったらもっと上手くなるよねっていうふうに乗っかるんですよね。ところが日本っていうのは、一律、はい、じゃあまずフォアやります。フォアを練習します。そうすると、肘が下がってる、フォームがダメ、足がダメ、もう全部マイナスなんですよ。で、そういうふうになると、やっぱりね、なんつうんだろう、こう、楽しいとか、ワクワクとか、やっぱりそういうので学ぶと、もう無限なんですよね、人間って。だって早く打ちたいっていう気持ちって、本当にその人が持ってる熱量だったり、ワクワク感だと思うんですよ。でもそこでやっぱり、マイナスというか、ダメだよ、ダメだよっていう教育って、すごくなんか、潜在意識に働きかけてる気がしますね、今思うと。実は。頭に働きかけてるようで、あなたはダメです。あなたは全く今の状態でテニスなんかできないけど、っていう潜在意識にね、要は、あなたは教育を受けないと、何でもない、どうしようもない存在だよって言われてるのかな、言われてたのかなって今ちょっと思ったんですよね。ちょっとこう言語化そうするのがです難しいんですけね。ど、やっぱり、すごく、なんだろう、本来僕らは、あることを知って生まれてきていて、要はそれを、どうやって導き出すかっていう考え方であれば、やっぱり人はそういったどちらかというとね、ポジティブな波動を送って、例えばある子供に会ったら、あなたは本当に優しい心を持ってるねって言うと、その子は、あ、僕って優しい心を持ってるんだっていうところで発達していくわけですよね。ところが、パンと見た子に一般的なルールを当てはめて、あなたは例えば漢字を知らないとか、あなたは数学は知らないとか、ないものにフォーカスしていくと、もう潜在意識も、あ、僕はないんだなって思っちゃうと思うんですよ。そうだね。だからそこはまあ、今更ね、当時の学校教育を言っても仕方ないんだけど、でもそこをやっぱり僕は今、舘さんの話を聞いて、あ、そういう頭とは違うレベルで僕の存在意識がね、あ、潜在意識がそういうふうに波動を受けてたのかなって思ったんですよね、今ね。そうですよね。それをまあ別の視点で言うと、多分日本の社会って、海外、まあ、オーストラリアはよくわからないですけど、特に日本はでも、一つの枠に向かって、その枠の中で、枠という目標に向かっていくのがすごく正しいことのように強調されて、で、正しい自分を証明しなきゃ。僕はよく、正しいよりも楽しい自分を選びましょうって話をするんだけど、でもどっちかというとみんな正しい自分を証明しようとして、楽しいというその潜在意識や魂に近い感覚は無視しているので、自分を苦しめているなとは本当に思います。で、そういう意味で言うと、僕自身は頑張るとか深刻になるということと、何かな、丁寧に生きるということや、真剣に生きる、深刻ではなくて真剣に生きるということは違うと思っています。で、ほとんどの人が頑張ってしまって深刻になってやるので病気になってるなと思います。だからそこなんか楽しい今、感、
今タチさんの言葉を聞いて、その違いは頑張るとか、深刻、は他人に向いてますよね。頑張るって誰に対して頑張ってるのかって他人だと思うんですよ。だって自分に頑張るってなんかおかしいじゃないですか、きっと。自分に対して自分がハッピーになるようにやることって頑張るじゃないですよね。別に頑張んなくてやるじゃないですか。例えば、綺麗な山に散歩しようって頑張んないですよね、それ別に。自然と流れてくだけ、どこの、この山に行こうって言って歩いて、空気綺麗だなとかね。やっぱり自然の中いいなって、ここ頑張るってないですよね。だから頑張るっていうのは、例えば部長に認められたいから頑張るとか、社会的なに認められたから頑張るとか、もうその対象が他人なんですよね。だから多分今の時代のキーワードって他人に向ける必要はなくて、自分にもっと向けて、そして他人に認められる必要もないと思うんですよね。自分のそういう優しい気持ちとか、ね、自分が持ってるいい部分っていうのを自分で認めてあげて、これ自分でも認められないと思うんですよ、今の時代は。だって自分なんかもうどうしようもないもんっていうふうにもう潜在意識ガチガチになっちゃってるから、で、今まさにその舘さんが言った丁寧にやるっていうのは、自分をもう一度丁寧に自分を見て、ああ自分ってこんないい部分があるんだなとか、こんなところにいい感性持ってんだなっていうことを自分で自分で認めてあげれば、別にそれを他人にどうこうする必要はないんですけど、そこはなかなか証明する必要はないんですけども、やっぱりそこがなんかこう難しさを感じると、どん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 自分の人生の軸が自分から他人になっちゃって、そうするときついですね。他人に軸があるとこれは苦しいですよね。他人が要は主導権握ってるわけだから、そうだよね。だから気づいたら、頑張ってる自分に気づいたときに、自分にもっと丁寧にやろうとか、今こことかって僕も絶えず自分に言います、もっと丁寧にとか、今ここに集中しようとかって絶えず、頑張ってる自分に気づいたときにはそう言います。それだけで全然違いますね。でもね、自分にそうやって言葉かけてあげるだけで、そうですね。はい。というわけで、時間がもうね、やってきました。もう40分話しました。山本さん、ありがとうございます。最後まで、自分軸と他人軸ということで、ここは本当に大切だと僕は本当強く思うし、特に子供がね、ここをね、やっぱり小さい頃から、いい意味で境界線が引けると生きやすくなるなと思うんですよね。やっぱり親とか大人、教師って、すごく実はあなたのためを思ってるよって言いながらも、あなたのためってよりも社会をもっと優先しなさいっていうような波動があるので、そこをやっぱり子どもの時からね、いわゆる人は人というか、自分は自分というやつとか、やっぱりその特に潜在意識ですよね、そういう自分の潜在意識に優しく語りかける考え方っていうのを学べると随分と生きやすくなるのかなって気がしますけども、そう思います、ね、はい、子供にも、ね、やったりするんですか、リングタッチは。子供さんにもリングタッチっていうのは、もちろんもちろん老若男女年齢関係なくできますけど、関係なく、はい、できますよ、はい、子供さんのなんか特徴ってあります、子供さんの特徴ってあります。子供は本当にね、体も素直です。やっぱり、観念とか概念の鎧をつけてないので、ほとんどね。逆にね、もう潜在意識とこう近く生きてるんでしょうね。そうでしょうね。逆に大人はそういう固定観念とかね、自分で勝手につけてきた生命界の世界観で、体が硬くなって生命力回らなくなってるので、子供はとても反応が高いですね。逆にそういう硬い大人の方が気づきスピードも速いんじゃないですか、逆に言うと。どうだろうかな。それもその人のタイミングでしょうね、でもね。まあそうですよね。タイミングですよね。と、多分、魂のテーマみたいなものが関係してるかも。本当ですよね。
はい、というわけでね、気がついたら15分ぐらいで終わりにしようって最近打ち合わせしたのにもう40分過ぎてる。やっぱり潜在意識は無理だね、15分はね。潜在意識はね、本当にもうね、こう喋りながら潜在意識も対話してますからね、今ね。僕の潜在意識と舘さんの潜在意識も、はい、会話してるので、はい、まあ、93% の潜在意識にしてみたらね、15分の、潜在意識っていう、はい、感じでしょうね。そうですね。そういえば僕潜在意識ってパソコンで打つとね、なんだっけ、クリーニングの洗剤が出てくるんだよね。ああ、じゃあ最近洗剤ばっかり、その洗う方の洗剤の検索してるんじゃないですか。だから今日はその洗剤意識で洗剤意識がきれいになる話だったかもしれない。あ、どうしてもそこに持ってきたかった。いやいやいや、本当にね、洗剤意識で出るんですよ。なんだろうな、あれ。そうですか。それはすごいですね。いつもダジャレしてるから PC もあれじゃないですか、応答してくれてる。はい、AI 的に、はい、そうかもしれない。はい、いや、すいません。じゃあ何か最後に何か、告知というか、最近何か告知は、あれば、はいはい、6月の初めにケアンズで、ね、ヒーリングとかビーイングタッチのワークショップするので、もしお時間あれば来ていただきたいなというのと、ね、もしビーイングタッチにちょっとでも興味があれば、はい、ヒーリングハンドの教科書というメルマが出しているので、それ登録していただけたら嬉しいなと思います。はい、わかりました、はい、というわけでね、はい、今回も本当に非常に勉強になりました、はい、また次回約2週間後にありますんで、はい、皆さんお楽しみということで、はい、今日本当最後まで、はい、ご視聴ありがとうございました。コメントなどをお願いいたします。はい、それではまた。どうも。ありがとうございました。はい、山本さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。